好きですね。これは DVDR DVD ケース DVD ケース、そんなに面白くないね。 Not super exciting DVDR DVD ケース、このジャケット領収書。さあ次は何でしょうか。黒猫袋で来ました。おお、限定スティックニセコから来ました。パーカー、パーカー、あ、これはキッズサイズなんだ。ニールはちょっと無理だな。これは娘行きです。娘が喜ぶわ。これ限定スティックのパーカー、ありがとうございます。もう一つ、これは手渡しで届きました。オレンジマンからのじゃん。あ、なんて書いてんだっけ。 I lost my heart inVindavana, Vindavana. I lost my heart in Vindavana. I lost my heart in Vindavana. オレンジマンからのお土産が来ました。オレンジマン、ありがとう。オレンジマン T シャツは本人から買えます。オレンジマンの Facebook ページにぜひ行ってみてください。そこでメッセージを書くと直接売ってくれます。さあ今日の最後、じゃん！ DC!DC! これはもしかして、おお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 おじゃん、ブーツ、 DC ブーツ、わお、ボア、ダブルボア、ダブルボアのブーツが来ました。おお、嬉しい。13インチニールのサイズです。2つあります。ブーツ2つあった方がいいよね。あ、足でかいんだよ俺が。日本で昔からマジでブーツ買えないから。日本はだいたい12インチでストップ。僕は13インチ。履いてみます。わあ、入ったサイズ感いい。新しいものっていいね。ダブルボア、ゴリ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 、はい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 、ふぅー、おー、滑りたい。じゃん、 DC ブーツ、色かっこいいね。まず印象としてはこの茶色い色とこのすっきりしたデザイン気に入りました。そしてなんかいろいろ書いてます。テクノロジーはですね、エアローテックベンチレーションシステムが入ってるそうです。ここの部分通気性がいいですかね。お、こういうところを後ろのちょっとスウェードっぽい革が入ってます。さっき言ったようにダブルボア、こっちは下の方で、前は上の方だ。気持ちいいです。ソールの方、ソールの方は見た目はねかなりフラット、こんな感じです。 DC ブーツのメインライダーといえばトラビス・ライスじゃないですか。もうトラビスが OK だったらもう
ニール・ハートマンなんかもバッチリでしょっていう、スノーボードブーツに関する、まあ、一番のこだわり、ここの部分ですね。ここの部分ですね。2ピースのコンストラクションっていうのかな、ここが、ブーツがこうフレックスするところ、ここがちゃんと切ってるとブーツがちゃんと前にフレックスします。まあ、新品だからね、まだちょっと硬いけどフレックスが良さそう。これはいいかも。ニールズギアルームということで、今日は DC からボアの13インチのブーツが届きました。ありがとうございます。オレンジマンからの T シャツ、ありがとうございます。限定スティックからのパーカー、これは娘用、ありがとうございます。まだあった、アメリカから届きました。こういうのってね、ほんとやめてほしいよね。ステッカーだよ、割れ物じゃないんだよ。オレンジマンとシャークボーイのステッカーができました。しゃ、オレンジマンとシャークボーイのステッカーができました。オレンジマンシャークボーイ、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 バイナルステッカーができました。欲しい方はオレンジマンかシャークボーイを見つけてください。本人が持ってます。ということで、ニールズギアルームエピソードの 10? すごいね、もう10回やりました。皆さん YouTube のチャンネルにぜひ登録してください。毎日ブログとビデオ、まあいろいろ出してます。 Facebook もよろしく、 Instagram もお願いします。そしてこれからも熱い応援期待してます。 ニールズギアルーム See you next time。 それでは、そうだ忘れた、箱が届けばニールは紹介する。ニールズギアルーム、ぜひ紹介してほしいものあればこちらまで送ってください。お待ちしております。それでは See you next time。領収書、イエー、はい、これ何？ワイン、ワイン、おいしい？おいしい、カツが作ったんだ。作ったのこれ一人で？ワイン、もうなくなっちゃった、もう一個作ろうかな。 OK。